やっぱりない言うたら他の方のその S を触っとってもね、やる気がないんですよね。やっぱりいつもフェイスブックも書いとうけど、やる気がない、今日もしんどいで、ね、見本のねモデルがないっていうのはダメですよ。でしょ、うん、で人に僕はね誰にも乗せるんですよ、自分の車をね乗ってちょうだいって、もう渡してね。でも最近ないからもういつも彼の車、あちょっと汚いけど乗ってくれ言ってね乗せるんですよ。私のはとてもいいですよ、43年型、うん、新車から乗ってますから、ね、赤いの、赤いの、あそしたら白いのも新車から、白いのも新車から、へえ、白いのは売れ残ってたんです。あどこで、ベルノで、ベルノで売ってないもんね、ベルノなかったからね、松本ホンダ、松本ホンダよく知ってるんですよ、で松本ホンダは3台知れてる、そしたら関さんのベルノの前身は何やったんですか。ベルノの前身はゼロですよ。あベルノから始めたの。そう、あの時募集したからホンダが、募集して松本地区がいなくて、でいなくて、私は2代目の川島さんと前話したじゃないですか、アメリカに行ってシビ700で借りたって川島さんか言ったね、はいはい、で川島さんが私のことを覚えていて、関さん松本でやれませんかって、今のところ誰もないから、それラッキーやけど、まあ資本いるわね、まあお金はいるわね、本当に車はろくでもない車は、もう泣きたくて、もう初代のあのプレリュードとかってもう最悪やね、思い出したもん。だけど後のプレリュード良かったじゃないですか。いやだって最初がダメだもん、デートかああいうの良かったじゃないですか。いやそこまでよく持ったなと思いますよ、毎月赤字。いやでも僕はあのプレリュード4世代乗ったんですよ。でもやめてもたでしょ、一番最後のデメ金からなくなって、そこからよそへ移ったけどね、よかったと思う。あのプレリュード、あれ1800のあれ乗りました。え一番最初の1800乗りました。それ乗って雨漏りしなかったですか。いやそれ記憶ないんやけどシビックだね。そう雨漏りすごくてね、あれ最後のやつもカッコは良かったけど、塗装とかいろいろ悪かったね。まあうちの奥さんベルナって一番良かったのはやっぱりあれですね、まあ、確かにプレリュードも売れたし、それから CRX が、サイバー CRX 乗りました。サイバー CRX、はい、買いました。もうその頃もううちあのバイクの方の方のウィングっていうバイクショップやってたの、うん、大型バイクだけ、うん、だからそのお客さんが CRX を買ってくれて、うん、バイクは買ってくれるわ、うん、CRX は買ってくれるわ、うんうん、よかったね、まあ、初期も良かったけど、サイバー CRX のもう良かったですよ。僕はガラストップ買ったんやけど、はい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 、ガンメタでね、あれ一番高かったね。良かったけど、うん、そうやっぱね、ZC のあのエンジンはホンダの、そうもういい、あれを乗っけてね、あれを乗っけてね、ツーシーターを作っておくべきでしたね。あとのあれがまずかったね、太陽の名前ついたやつ何でしたかね、天井がオートで開くやつ。あデルソル、あデルソル、あデルソルね、名前からしてね、まずダメ、あれね全く売れなかったでしょ。高かもうすぐ出るのは高かった、高かった、高い上にね、あれがね途中で止まるんですよ。勝った人はやっぱり幻滅しましたね、うん、あれもね僕ベルノばっかりやったから売り込みに来たけど、カッコもブサイクやし内装ブサイクやしトップに金がかかりすぎたね、あれ。そうですそうです、ね、あれがね最初のね、その一番最初のプレリュードが上が開くっていうので売れたの。あそれはサンルーフね。そう、あよかった、確かにそれが雨漏りがすごくて、もう10台売ったら10台雨漏りですよ、その経験はなかった。雨漏りに乗ってないんだな、私ホンダと応援歌してもうね返すからって。ところでこれいつもこのその TV のノスタルジック TV のこの取材やっとうけど、これ受ける方はこの眩しさなんですかね。それがなんかドキドキするみたいな。いやドキドキするよりまず関さんの顔見えないよね。そうですよ、見えたら言いにくいじゃないですか。いやいろんなことをこれもうものすごいね、まあ恥ずかしいより眩しいよね。ちゃんとうまく編集しますから大丈夫です。そうですよ本当、もうこれから福井さんもどんどん前に出てですね。いやこれもし放送するとしたらやっぱり関西人やないって言われそうやね。いいじゃないですか、いやもうや出たでしょ。いややめてほしいな。